本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。横長である程度広さが欲しい、すでにある家具と調和しやすいおしゃれな棚が欲しい、組み立てが簡単で軽めの棚が欲しい。今回紹介するラックはこれらの機能が備わった見せ収納にもこだわれる横90センチ4段ラックをご紹介します。使用例もしっかりと撮影してますので動画を最後までご覧ください。開封の儀、商品が大きいので別アングルでご覧ください。仕様について寸法を紹介します。高さ130センチ、横幅90センチ、奥行き30センチ、棚板と棚板の高さは36センチ。写真アルバムや家庭オフィスで使う装飾品、ワイン、本、食品などしっかりと高さと奥行きがあるので見せ収納にこだわれるラックとなっております。棚板の厚さは約3センチ、1段ごとの耐荷重は25キロとしっかりとした作りです。10分簡単組み立て。このラック非常に簡単にわずか約10分で組み立てることができます。またこちら金属クロスバーが付いております。このバーが付くことで横揺れの防止だったり安定性を高めてくれます。また物が奥に落ちてしまわないような用途も備わっております。ちなみにこちら全て横には初めからクロスバーが付いております。これは組み立ては不要です。さらにこちらアジャスターが付いております。ラック足についたこちらはガタつきを抑えてくれる効果と多少ですが高さの調整ができます。耐久性、掃除について。こちらのラック環境に優しい MDF 木材仕様です。この MDF はパーティクルボードと比べてより頑丈で表面だけではなく木工部分もとても滑らかな仕上がりです。木材特有の反りや乾燥割れなどの癖はかなり少ないです。米国 CARB P2 基準を満たす高品質の金属と MDF で作られているため耐久性と環境に優しく悪臭の心配もございません。こちら掃除も簡単です。もし水分が付着してしまった場合布でさっと拭くことで綺麗にすることができます。横幅90センチ、高さ130センチ、商品重量は約14キロ、大きいながらも組み立てが簡単で比較的軽量な4段ラックとなっております。
し商品興味が出てきましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。では次の動画で会いましょう。ラックの旅、これにて終了。いやー、最高のラックたち。動画詳細欄に他にも4つ紹介してますので、ぜひご覧ください。棚板と棚板、乾燥が乾燥された P2 基準を満たす。ラック